はい、どうも、じゃあ、ササイヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。ゴールデンウィークなので、いろいろ記事を漁っていたんですよね。そしたら面白い記事に出くわしましてね。で、それ読んでみたんですけども、なんだかさっぱりありすぎてですね。だからね、ガンガン今日ね、記事を突っ込んでいこうと思います。僕のおしゃべりを聞いて目のつけたところがいいねと思った方はですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。それでは早速ね、記事読みから参りましょうか。現代ビジネスより、見出しがですね、立憲民主党が正しいのに支持されていない理由、なぜ正しくない自民に勝てないのか。もうのっけからパラレルワールド全開でございますけどもね、この記事長文なので、ところどころすっ飛ばして読んでいきます。全文知りたい方は概要欄に URL 貼りましたので、そちらからご覧ください。では早速本文の方参りましょう。7月上旬、政界に突如として浮上した枝野幸男内閣が報じられ、ネット上でも大きな波紋を呼んだ。現在の野党第一党、立憲民主党の代表である枝野幸男衆院議員が、菅内閣の退陣を求め、また退陣直後に、衆院選を行わず、暫定的な枝野内閣を組閣することを提案したのだった。すいません、ちょっと鼻汁出ちゃいましたね。で、案の定というべきか、これに対してネット上では民主主義を無視するのか、エイプリルフールはもう終わったぞ、クーデターを打つなど、激しい批判、非難が寄せられた。現職の政治家すらも SNS で驚き、呆れているほどである。いやー、本当ですよね。菅内閣の退陣を求めるというのは、それはね、全然 OK なんですけども、それで衆院を解散してね、選挙で有権者に対してですね、菅内閣のダメっぷりを問うのかと思いきや、さにあらず、まさかの解散総選挙なしで俺に総理をやらせろと。いや、本当にね、立憲民主党ってすごいよね。もうすごいとしか言葉は浮かびませんよ。はい、それで、ネットの反自民、反菅系の人々が叫ぶ、菅政治を許さない、菅やめろなど、シュプレヒコールと大差なく見える。政治家としてもあまりセンスの良い言葉であると思えず、多くの人が直感的に反発を覚えるのも無理からぬことかもしれない。で、少し飛ばしましたね。政治家、枝野幸男は、一人の代議士としてはまさしくバランス感覚に優れた中央を旨とする政治家である。は？支持政党とは関係なく多くの人から一定の信用を得ている人物でもあるだろう。例えば自民を支持したり立憲民主党が嫌いな人であっても枝野幸男という一人の政治家を高く評価している人は珍しくない。は？この著者は外国にでも住んでいたんでしょうかね。多分ね、これ書いてる人きっとね、ニューヨーカーだと思いますよ。そこで、ニューヨークタイムズでもね、に載っている日本の情報でも読んですね、今ね、ここで感想文でも書いてるんじゃなかろうかと。だってほら、ニューヨークタイムズの東京支局って、住所がね、中央区の築地5丁目3の2でしょ。朝日新聞社の中にあるオフィスじゃないですか。だからそこから発信されてる、英文の日本の情報だけをね、見て取れば、まあそんな思考回路にね、なっちゃうかもしれませんよね、と。で、しかし枝野が率いる立憲民主党では中央型の枝野氏よりもはるかに先鋭的で進歩的な人々が多い。結果として自民党菅政権の良き批判者カウンターパートとして存在感を発揮する以前に党内における関係性の調整にそのリソースのほとんどを奪われてしまっているように見える。自民党よりもリベラルな気風で、党議拘束も年功や当選回数による序列の意識も比較的緩やかで、メンバーそれぞれの個性がそのまま発揮される立憲民主党は、その立憲民主党は自由闊達で風通しが良いと言えば聞こえは良いが、悪く言えば方向性がバラバラでまとまりに欠く印象に受けてしまう。ごめんなさい。確か、離党した山尾志織議員も、それから須藤元気議員も、押し付けの党議拘束が嫌になって、そしてね、党執行部にそれの、ね、改善を申し入れても、門前払いで跳ねのけられてしまったので、だから離党したという趣旨の発言をしておりましたけどもね、あれはあれなんですかね、旧立憲民主党の話であって、合併した後のね、リニューアルした新立憲民主党は、そのような強引なやり方は是正したということなんでしょうかね。ちょっと僕には理解不能なんですけれども。で、他の野党との共同歩調がうまくいかないどころか、しばしば党内でも分裂を抱えている立憲民主党の状況は、国民からも相当厳しく評価されているようだ。実際、最新の支持率調査でも、自民党の支持率は下げ止まり、回復の兆しが見れる一方、立憲民主党の支持率は低迷を続けている。皮肉にもコロナ対策で後手に回っている菅政権にとって、立憲民主党の迷走っぷりは、苦境から立ち直すための援護射撃となってしまっている。
この記事ですね、枝野さんを持ち上げたいのかけなしたいのかもなんだかよく分かんなくなってきましたけれどもねこんな記事で大丈夫なのかな。はい、それで、立憲民主党は SNS での広報活動にも熱心で、街頭演説でもハッシュタグを活用するなど、いち早く SNS と政治とのシナジーに着目した政党でもある。近頃の彼らの SNS を眺めているとある大きな変化に気づく。自分たちのコアバリューについて、旧民主党時代のような自民党では救えない経済的社会的弱者、例えば、就職氷河期世代を救うという文脈よりも、人権感覚をアップデートしないと見えてこない構造的弱者を救う、例えば、女性、性的マイノリティ、選択的夫婦別姓論者など、制度的なマイノリティという文脈に寄せてきている点だ。確かにそれはあるかもしれませんよね。だって、就職氷河期世代を救いたいと言っていた、あの須藤元気議員が、立憲じゃ到底無理って言ってね、出ていったんですからね。その時点ですでにこの立憲の方向転換というのは始まっていたのかもしれませんよね。で、つまるところ立憲民主党は自民党の経済政策、社会政策の失敗を指摘、カバーするカウンターパートとして存在感を強調するよりも、自民党の長老たちのような古臭い価値観、人権感覚ではキャッチアップできない世界の最新の問題を世に提起し、進歩的な政治観を強調するような方向性に舵を切ったということである。なるほど、ここの点はね、ちょっとね、面白い視点ですよね。例えば自民党政治の失敗の代表例である就職氷河期の文言も、それに対する具体的な言及も立憲民主党の基本政策には見当たらない。一方、持続可能性、男女平等、環境保全、動物愛護などに言及している、最近の世界的トレンドとなっている SDGs に関連するイシューに敏感な支持者に向けて明確なメッセージを送っていることがわかる。はい、ここで言っている SDGs って何ですかということなんですけども、この SDGs とはですね、サステナブルディベロップメントゴールズということで、まあ、これ日本語に直訳すると持続可能な開発目標の略なんですけども、これ持続可能な世界をまあ築くためにみんなで何をしたらいいんだろうという、まあ、それ概念というかですね、地球全体のビジョンみたいなね、そんな言い方をされているんですけども、まあ、僕はねそういう解釈をしているんですけども、で、枝野代表が個人としてどう考えているのかはともかくとして、党中央部の今後の支持拡大戦略の基本方針としては、それこそハフポストやバズフィードを日頃から愛読しているような若い世代の人はちょっと待って、これ冗談でしょ。朝日の手下みたいなメディアを若者が愛読しているだとかねもうね、乾いた笑いしか起きないんですけれども、で、続けますけども、 SNS を通じて立憲民主党の政治姿勢に共感し、そのまま投票に行ってくれるような動線の確立を期待しているのだろう。政治的地盤を何ら持たない山田太郎議員が SNS という未開拓地を開いて54万票以上を獲得できたのだから、自分たちもできないはずはない、そう考えるのは不自然なことではない。すいません、僕このね、山田太郎さんという議員にあんまり知らないんですけどもね、 SNS 界隈で相当すごい人なんでしょうかね。詳しい方いたらね、後でコメ欄に書き込みをねお願いしたいんですけども、でまた続けますが、しかしながらひたすら審査を舐めさせられてきた氷河期世代、団塊ジュニア世代は自民党の失敗とその後の切り捨てに対して並々ならぬ怒りを抱えて、この世代についてはそのような感情を抱いても無理はないが、その反動として熱烈に野党、とりわけ民主党を応援していた人が相当数いる。こうした人々にとっては、野党第一党にとってもはや自分たち氷河期世代の生活問題が最優先で議論される政治的救済の対象ではなく、後回しにされていく光景をリアルタイムで見せつけられていることになる。これもまた立憲民主党の求心力を低下させる一因ともなっている。やっぱりそうなんだ。須藤元気議員が言っていたことはね、本当だったんでしょうね。立憲の執行部に氷河期世代のことをね、物申しても何も動いてくれないんで、ってね、そんな感じで涙ながらにね、会見をしておりましたけれども、予算規模は未だ少なく、もちろん遅きに失しているという批判は当然あるものの、氷河期世代に予算を割き、地方自治体にも直接的に働きかけている自民党の方がまだ立憲民主党よりも氷河期世代のことを考えていてくれるくらいのイメージがついてしまっている。氷河期世代を作り出したのはそもそも自民党による失政と言っていいだけに、立憲民主党がここを取り逃し自民党によるマッチポンプを成功させてしまうのは
あまりにももったいない選択のように思える。ここの認識が全然違いますね、筆者とはね。確かにバブル後の就職氷河期だとか、あるいはリーマンショック後の就職氷河期とかね、あれはまあ自民党の時代に起きたんだから、まあ自民党の仕業と言ってもまあそれでね、OK なんですけどもね。ならばですね、リーマンショック後の雇用対策かなんかはですね、民主党政権にバトンタッチした頃の話ですからね。そこで成果を出していれば民主党政権はね、あの後もずっと継続できたと思うんですけども、ただ民主党がやってきたのはですね、むしろその逆で超円高を放置してですよ。そして輸出産業に壊滅的なダメージを与えて、特に製造業ね、その雇用をこっぱみじんに吹き飛ばした張本人の連中なんですけどもね、一体どんな妄想してんでしょうか、この筆者はね。まあいいや。で、立憲民主党の SNS での情報発信は非常に活発で、また直接間接的問わずコミュニケーションも行う。文体からにじみ出る雰囲気、巧みな運用方法は明らかに若い人の感覚でなされていることが旗から見ていてもすぐにわかる。これは確かに自民党では真似のできない芸当である。おそらくリベラル系の難関大学を出た人で、年代は私と同世代で20代後半から30代半ばくらいではなかろうか。何でしょうか、このマウントした言い方は。リベラル系の難関大学だってね、リベラル系の難関大学だどこなんだよとね、この筆者はね、ちょっと名前挙げてほしいですよ。まあ僕もね、思い当たる学校名はいくつかありますけれどもね、ちゃんと書いてくれよとね、そう言いたいんですけども。で、しかしながら高学歴なリベラルインテリエリートだからこそ最新の人権問題や SDGs に関心を寄せているのであって、その他大勢は別にそうしたテーマにそこまで熱心な関心を持っていない。例えば流行へのアンテナの鋭い Z 世代であってもだ、やはり彼らの大半は SDGs などに関心が薄く、自分と自分たちの仲間の生活やこれからの人生を考えるので精一杯だ。この Z 世代というのはですね、主に1996年から2015年くらいまでに生まれてきていた人たちですね。まあこれ米国のマーケティングで使われているような言葉ですよ。まあ日本風に言うと、生まれた頃からネットがある世代っていう風な言い方が正しいんでしょうけれども、で、市民社会レベルではすっかりリベラルな価値観が浸透しているにもかかわらず、日本のリベラル政党の旗頭とも言える立憲民主党とその支持者が議会政治の舞台にはまるで勝てず、ますます支持を落としてしまうのは、自民党やその支持者たちを知的、政治的に批判したり嘲笑したりすることばかりにかまけて、外側の人々に語りかけるための言葉を忘れてしまったからだ。 SDGs やポリティカルコレクトネスは自分たちと同質的な内側の人たちとの親睦を深める横の旅行のための共通言語に過ぎない。啓蒙は開拓ではないのである。おしまいと。この記事さ、言ってることが支離滅裂すぎるんだけども、現代ビジネスさんは大丈夫でしょうかね。僕現代ビジネスさんはかなりまともなメディアと思っていてね、たまに日刊現代と間違われているのでかわいそうだなって思ってるくらいなんですけども、一応この記事ね、寄稿した筆者のお名前クレジットされているのでね、申しますけども、見立てら K さんっていう方でね、ネットの論壇では割と有名人らしいんですが、僕ね、この人全然知らないのでね、だからよくわからないんですけども、はっきり言ってね、これね、読んだだけだったらわけわかめな人ですよ。確かに立憲が SDGs だのね、ポリティカルコレクトレスだのね、そこに力点を置いてるのは分かったんだけれども、そしてそれを盾にですね、世界の潮流がこんな風に動いてるのに日本の政治は旧態依然のままっていう感じで菅政権を攻め立てているという、そういうね、視点はなるほどと思うんですけどもね、立憲が支持されていない理由はインテリだからだとかね、マイノリティ向けだとかそんなんじゃなくてね、単純にじゃあ決めろの対策はって言われた時に何にも思ってなくて、たまに何かいたと思ったら僕らはゼロコロナでいきます、でもコロナをゼロにするわけじゃないとかね、なんか枝野さんが意味わかんないことをバーンって言っちゃうじゃないですか。だからね、こいつはダメだっていう烙印を押されて、単純にそれだけの話なんだよね。なんだったらだからササヤンがね、現代ビジネスに立憲が自民党よりもダメな理由をね、寄稿しようかと思っちゃいますよ。とまあこんな感じで、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。生まれた頃からネットガールとかけまして、ガンダムオヤジたちと解きます。その心は Z 世代、ゼータ世代。いやー、すいません、ガンダムファン以外はねピンとこないと思うんですけどもね、僕たちのこの親父ってら連中はですね、40代後半からのなんか この辺の間はね、本当ねゼータガンダム好きなんですよ。ということで、本当こんなねしょうもないことしか思い浮かびませんでしたけども、本日も面白かったらためになっててくださいね。チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。